先生、うなだれてる。この式は。乗り物に関する式と人体に関する式が書かれていますね。乗り物、人体、制動距離と何かのシミュレーションの。これか。先生がいた教室で黒板に書いていた計算結果、あれデタラメだよね。これだな。この黒板の計算式が本当の計算結果。先生が出した答えは、二人とも生きて帰れる確率は限りなくゼロに近い。ただし私が犠牲になれば、ハルを確実に生きて返すことができる。一体なぜそれを？なぜかなんとなくだけど、この式の意味がわかるの。私とあなたはこの世界を少しだけ多く知って、触れたものの、を理解できる力がある。そういうことですか。ハルさんの指摘は正しいです。そして、先生はハルさんを助けるつもりのようです。魚！お魚フリーパスを手に入れた。くれるの？フリーパスって何？パセリさんが働いた駅で使えるのかな？パセリ。その時できることをできるやつがやればいい。だから今は俺の番だ。その時自分にできることを。電車を止める駅。あの際195。私たちも助かる方法を探しに行かない？やっぱり先生に全部頼りきりなのは良くないと思うんだ。私も先生を助けたいの。できるんでしょうか、そんなこと。できるかはわかんないけど、やってみたいの。今のハルさんなら。え？結構長いかな 長いかな。それで、と思うね、攻略のやつをちょっと見ちゃった もう、みんながハッピーになる終わり方を求めすぎたゆえに やってしまった。だって、みんなが、生きて帰れる世界がいいじゃん。春遅かったのね。あら？あ、カラス。見つけた友達。ビー玉のカラスさんだ。あら、ここにいたのね、カレット。カラスさんの言ってた友達ってまさか、先生だったの？ええ、そうよ。そんな偶然が。でもこのカラスさん、ここでハルさんからアパートの鍵を奪って。うん、それは違うわね。どういうこと？私が幻の駅で目覚めた時、起こしてくれたのはこの子だったのよ。この子はね、カレットとずっと一緒にいたの。この195番道路に来るまでずっと。この子がいなければ、きっと私はここまで一人で来れなかったの。でもね、この付近でこの子が気に入ってた宝物を落としちゃったのよ。もしかして赤いビー玉ですか？そうそう、この子はキラキラしたものが大好きだから。だから代わりにアパートの鍵をこの子にあげたの。そういえばあの時。それ僕の返して。じゃあ、アパートの鍵は私のカバンに入ってなかったんだ。カラスさん疑ってごめんね。この子、気づいていない。さてと本題ね。現実に戻りましょうか。先生、あのね。みんなにお別れを言ってきてもいい？そうね。まだ少しだけ時間はあるわ。そうね。私もちゃんとカレットにおかわれ、お、おかわれ お別れしたいかな。
春もせっかくみんなと出会ったんだもの、思い残すことがないようにしましょう。それじゃあ現実に戻る準備ができたら私に声をかけてね。195、今のうちに助かる方法探しに行こう。これでね、クジラに行くらしい。調べた。あ、間違えた。間違えた。いた。先生にはお会いできましたか？会えたよ。これからみんなにお別れの挨拶に行くの。そうですか。春様が外出なさった後、カセリ様は勤務先にお戻りになりました。社員も自室に戻りました。そっか、まずはマリーさんのところに行こうかな。マリーさんどこだ。ここか。いた。マリーさん、久しぶりにあれ食べたいなって。実は用意してあるの。あれか。私ね、お家に帰ることになった。そう、よかったわね。おいしいご飯ありがとね。どういたしまして。またいつでもいらっしゃいね。どうしたの？もう会えないかもしれない。大丈夫よ。私たちはあなたの夢にでも会いに行くから。だからまたね、はるちゃん。おい。別れのシーンってしんどい。次は？疲れた。こう言って、この上。いい景色だね。おかえり。つまりこの世界がハルちゃんと先生の作り出した世界で。なるほど。信じてくれる？実は気づいてた。え？ハルちゃん、君と先生の存在についてはこの世界の法則では説明できないことが多すぎる。特にあの扉、ロビーにあるやつ。あれって転送ドアの一種じゃないの？違う、あれはマリーが持ってきたインテリアだった。もともとは何の意味もない扉だった。だけど、君と先生だけはあの扉を使えるんだ。だから君のことをこっそり調べていたんだ。調べていくうちに君はこの世界の存在じゃないって気づいた。のね、シュタインに聞きたいことがあるの。それで、現実世界の電車を止めたいんだね。シュタインならいい方法見つからない？僕には無理。やはりシュタインさんでも難しいですか？僕には無理だけど、君にはできる。私？195くん気づいてる？何に？何に？はるちゃん、君と君の先生には接触したものを通じてこの世界と理解できる能力がある。世界を理解する力。あの時はるさんが式の意味を理解できたのはそういうことです。その式に触れて理解できたのなら、それはイコール先生とハルちゃんが同等の能力を使えるということ。でも私は最初は字すら読めなかったんだ。大丈夫、最初はみんな初心者。この世界でいろいろなものに触れてきた今なら導けるかもしれません。二人とも助かる方法を。
でも先生にできなかったのに私にできるかな。確かに君の先生は天才だ。君だけでは先生に及ばない。でも君には優秀な AI がついている。優秀だね。とはいえ、君たちの能力では不安定。だから、僕がサポートするよ。お。195お願い。おお。おお。ああ。ああ。ハルさん。始めよう。まずはこの現実とこの世界の物理現像のギャップを知りたい。この世界の物理定数と公式をざっと教えるから差分を教えて。おお、この定数は 6.67259 だからこれは誤差ない。こっちは256分の1ずれてる。ここは秒分で合ってる。これはフィボナッチ数列だね。なんだそれ、わからない言葉見入れだ。はるちゃん海岸確定した。そして僕が追いつけない。異常性フェーディングを利用するか。本当に大丈夫かな。君のアイデアは試す価値があると思う。じゃあカセリのところに行ってみるね。例えば異常性フェージングの悪化で転送ドアが使えなくなっているんだ。使えてもあと1回。どうしよう。このドアだけ改造しておいたから使って。帰りは、帰りはなんとかするよ。サイン、いろいろとありがとう。またね。元気で。サインのこの動き好き。さて、僕も。目開いた。本気を出すか。サインでも開眼した。春、ベルさん、学校ではいろいろありがとね。貴様にはいろいろと恩があるのだ。私ね、遠くへ行くことになったんだ。おう、そうか。困ったらその笛を吹くのだ。俺様がいつでも駆けつけてやるのだ。ありがとう、またね。またなのだ。しんどいよ。あー、言わないんだね、現実世界の話とか。出るにはこっちからあれか、カセリさんの元に行けばいいんだね。あ、ここの街見るとゼロ思い出す。ゼロ思い出すよ。あ、これか、フリーパスってここで使えるんだ。カセリさんどこにいるの？一階？あ、さらに下？はい、ホーム行ってみる。あ、ムービーが流れた。なんでここに？先生とは会えたのか？会えたよ。そっかそっか。カセリ、あのね。どうした？この緊急停止スイッチ押してもいい？は？いいわけ。多分、電車には電波飛ばないから。あー、押せよ。俺は見てないからな。いいの？きっとお前らのことだから、なんか事情あるんだろ？ありがとう。現実世界に影響するってこと？じゃあ行くよ、195。はい。ハルさん、戻りましょう。195番道路へ。でも、どうやって戻ろう。あ、それなら送ってくぜ。送っていくってお仕事は？あ、そうだったな。ちょうど緊急停止ボタンを押されたせいで仕事が増えちまったからな。線路のパトロール走って、
走行ってことで乗ってけよ。そこでそれを出されるか。止まった？いやー最高の眺めだな。あー景色いい。一回登ってみたかったんだよこの橋。風が冷てえけどな。あのね、私お家に帰ることになったの。ああ。それでやりたいことが見つかったのか？なんとなくね。パスリ、今までありがとね。ああ、こっちこそ。ああ、家に帰れるってことは1級ごとも分かれるんだろう。そうですね。いろいろあったね。ええ、ですが、それももう少しで終わりです。この景色、しっかり目に焼き付けておかないといけませんね。そうだね。いい景色だったー。着いたぜ。パセリ、いろいろとありがとね。いろいろ楽しかったぜ。またな。うん、またね。個人的にカソリが一番好きかも僕。くっ、最初倒れてるペンギンだなとかぐらいしか思ってなかったけど、だんだんと通り進むにつれて好きになってったな。さっきの電車緊急停止ボタンを押されたからなっていうくだりすごい好き。お帰りなさいませ春様、もう行くのですね。うん、いろいろとお世話になりました。いえいえ、我々も感謝しております。本当はさ、どこまで知ってたの？さあ、何のことでしょう？そうそう、追加分の宿代と電車の修理費と。どうしよう、私お金持ってない。すでに受け取っておりますよ。え？我々はあなたから素敵な時間をたくさんいただきました。そしてその美しい瞳の輝きを見ることができました。それで十分なのです。自分の因果を自分で、因果で合ってる自分で導いていってください。では、お元気で。ありがとう、またね。これで195番道路に向かえばいいのかな。じゃあね、みんな。そういうことか。無言だ。ごめんね、本当はあなたを迎えに行く予定だったけど、しっかり学校に閉じ込められちゃったのよ。閉じ込められてたの？私が教室で計算をしてる間にあの学校自体封鎖されちゃったのよ。だからあの学校ドアが打ち付けられたりシャッターが閉まってたんだ。アリさんたちが記憶に移っていたのもそういうことですか。きっとね、この世界にはあの学校はもう必要ないのよ。閉じ込められて飢えはしなかったのです。この世界にいるとね、私とハルは食べなくても寝なくても死なないの。それこそ自殺でもしない限りね。でも先生、お腹空いていない？マリーさんのところに行く？大丈夫よ、慣れちゃったから。なんかキー選べる。このキーカラスに止まられるのが怖かったのでしょうか。救護にはよくわかります。そうなの？そうなの？例えば信号機さんの推理ちょっと間違ってるところがあるわ。間違いですか？ええ、私はね、幻の駅から美術館の倉庫まで歩いてきたの。歩いて？電車を使ったのではなかったのですか？
この電車は電気が通っていなかったから、雷を利用できないかしらと思っていろいろ試してみたんだけど、あの駅は天気があまり変わらなくてね、出電するのに何日かかるかわからなかったから歩いてくるしかなかったの。電車は一人でに走りついて、美術館の館長さんが言ってたのはそういうことだったのです。でも一体どれだけ歩いたの？さあどうだったかしら。何度も気が狂うかと思ったのは確かよ。それはいいのか。あなたに会うためにの思念がなければ心が折れていたわね。それにカレットもいたし。これでか。現実か。そろそろ時間よ。それじゃあ踏切の前に立って。すると変わる？ 195 お別れなんだね。ええ、そうですね。ああ、このシーンは見れなかった。今までね、最初からずっと支えてたもんね、君。あ、絵がハルさんになってない？気のせい、あの横断歩道のあの信号のやつ。はいね。やばいね。あ、威力が。信号機見るとしばらく195思い出すと。しばらく信号を見てるとアンリアルライフを思い出しそうだな。何が生きてみる？え？あ、あなた、そもそもあなたが踏切に飛び込んだのに、信号機の柱に突然抱きつく。いや、でも195も最初から支えてくれてたから、めちゃめちゃ、別れ寂しいね。あー、そこでまた来る？今更生きるって何言ってるの？バカじゃないの？私はこんな結末望んでいない。私はあなたを許していない。私は現実なんか。ごめんね。ある？気づいたの。あなた、私なんだよね。私が置いていったもう半分の私。ずっと私の中にいたんでしょう。私が嫌いな私。私を嫌いな私。そうだよ。だからなんだっていうの。私が踏切に飛び込んだのに、先生まで巻き添えにしたのに、こんな辛い思いをしたのに、もうこれ以上生きる意味も理由もない。理由あるよ。私今ね、絵を描きたいんだ。あ？何それ？それだけ？私が行きたい理由はね、それで十分なの。あの子に、アンズにあんなこと言われたのに、まだ描くっていうの。私は私にできることをやるだけだよ。誰に何を言われようと。何言ってるの？もう居場所なんてどこにもないの。居場所はここにある。こんな素敵な世界が私の中に。綺麗事ばっかり。これ以上元の生活に耐えられるっていうの。どうせ立ち向かうことなんてできる。立ち向かう必要ないよ、きっと。無理だったらやめればいい。どこまでも逃げればいい。でも、あ、強くなった。私もあなたから逃げないから。ごめんね、今まで。辛かったよね。ああ。ああ。ああ。先生もいる。195もいる。
ああ。水線が。語彙力が完全に消えてるねえ、信号機さん、何でしょう。例えばあなたはどんな信号機なの？無線信号で人を助ける信号機です。事故防止のために導入されました。そう、あなたね、私の考えた物語の中にはいなかったのよ。ハル、あなたが考えたんでしょ。優しい信号機さん、春の旅見守ってくれてありがとね。そういう役目ですから。またね、195。それじゃあ春、青い靴を履いてこの世界を抜け出すのことだね。先生、ほんと最後まで私はダメな先生よね。春のこと結局最後まで守ってあげられなかったから。のね、謝らなきゃいけないことがあるんだ。さっきね、あれ、ちょっとだけ嘘をついたの。二人とも助かるって言ったけど、助かるのはあなただけよ。どれだけ計算しても無理だったのよ、二人とも助かるのは。やっぱり私は出来の悪いありきたりな結末でしかできないみたい。計算上、私の方が早く 目を覚ます。そして、あなたをこの踏切内から突き飛ばすわ。私がわがまま言ってるのは分かってる。でも、あなただけでも生きてほしいの。これは私からのお願いよ。あ、先生、これは？あ、そのプレゼントのところだ。大人、あ、そうだよ、大人用だったよ。ごめんなさい、サイズが分からなかったから。だから春が大きくなってこの靴が履けるようになるまでは大切に取っておいてね。最近いろいろ辛いかもしれないけど、この靴が履けるようになる頃には今の辛いことはなくなってるはずよ。こういうことか。私にはこれぐらいしかできなくて。そんなことないよ。大丈夫だよ先生、私たちは死なない。え？だって私たちには、あ、ここは現実？生きてる。電車は止まってる。なんで急に電車が止まったんだ。この付近で緊急停止信号が発信されたはずなんだが、発信元がわからないんだ。おかしいな、不具合か？春は大丈夫？あ、いたいたいた。寝てる。そっか、疲れたよね。緊急停止信号、電、脳内の微小電流。あ、読めなかった。まさかね。これでよしと。あ、花が咲き。
えばこの木桜の木だったのね。そうか。もう春ね。あ、帰りましょうか。あー、光が生きて帰った。あー、195がいる。あー、無事全部のエンドを今日の配信で回収しました。よかった、全員生きて帰ったよ。1時なりそうだあ、そしてアンリアルライフ無事完走しました。やったー。あー、僕もこれでゆっくり寝れるよ。5、6時間ぐらいゆっくり寝れる。最後ハッピーエンドで幸せな気持ちになりましたね。よかった、ほんとみんな生きて帰ったし、先生も生きたしね、みんな無事だった。ああ、よかった。寝れる。聞くためにお茶飲もう。茶どこだ。いやー、でも本当に良かった。ストーリーと世界観がめちゃくちゃ面白かった。いいね、やっぱこういうドットの雰囲気のゲームも楽しかった。無事ほんと走ったよ、アンリアルライフ。皆さんはどのキャラが好きです？キューゴとカサリさん、僕個人、あとマリモのマリーさんが個人的にね好き。みんな好きなんだよね、登場人物みんな好きなんだよね。そしてあのモブキャラもノア君がゲームを楽しむところをリアタイできてよかったよかったちょっとところどころのギミックに苦戦しまくってましたが、よかったですもう途中から語彙力なくなって単語しか発しなくなってて恥ずかしいところをお見せしました。あー、よかった。でも本当楽しかった。ぜひね、気になった方ぜひプレイしてみてください。 BGM もすごいいいね。またおすすめいただいてね、ほんと素敵な作品にね出会えました。ありがとうございます。楽しかったと思う、泣けたの感想ですか僕の乏しい語彙力だと出てこないけど、とにかく最高の作品です。あ、気持ちがね、ハッピーな気持ちになって終わったよ。これもね、YouTube に上げる予定なので。あ、見てください、皆さん。もう4時間半もうちょいで経ちますよ。4時間半経ちますよ、もうちょいで。ギリギリ1時に行かないぐらいで終わるね、配信が。あ、4時間半か。あ、いいんだ。こんなに長くやってたんだね、この作品。
面白かったの。満足です。またストーリーものをねやる予定です。いつまたやりだすかは分かんないけど、ございました。素敵な作品を。曲もいいね、エンディングも。はい、じゃあこれで今日の話はおしまい。もっと聞きたいよ。ダメダメ、もう帰る時間。だって先生お話作るの上手なんだもん。じゃあお話の続きはまた明日ね。うん、それじゃあまた明日。ハル先生。あー、出てきた人物たちが。ある少女のアンリアルライフ。あー、19号もいる。あー、ビー玉があるよ、しかも。カメもいる。管理人さんもいる。Thank you for playing. ああ。